耳から学ぶ鶴光一さんのメッセージ36。創造主へ危機物語。ある時、あなたは夢を持ちました。体験したいことを体験してみたいという夢でした。そして体験の場としてのスペースを創造しました。時空間、時間と空間という意識の立体スクリーンを作り上げました。それが今、あなたが宇宙として捉えている空間です。時空間という三次元立体スクリーンに、無限遠点にいるあなたが、綿密に設計したシナリオを投射し始めました。そして、あなたは、そのホログラフィックな映像の世界を覗き込むための干渉装置として、自分という意識を投影させることのできる高性能リモコン肉体を開発しました。あなたは、夢を描き、その夢を立体スクリーンに投影し始めました。しかしそれだけでは単なる映像に過ぎません。その映像を観察するあなたがいて、初めてその映像は現実となります。そして今やあなたはその夢そのものになりきっています。夢を完成させ、その夢の住人になるやいなや、その夢の中でまた新たな夢を創造し、新たな現実を創造していきました。夢を描き、夢を実現させ、その夢の中で夢を体験する、ずっとずっと今もそのパターンを我々は際限なく繰り返し続けているわけです。夢を持ち、その夢を実現させ、夢の住人になろうと躍起になっているあなたは、初めに大宇宙を創造し、今もなお日常生活を創造し続けています。あなたは夢の創造主であり、その夢に自ら登場することによって現実を創造します。マネーゲームを創造し、マネーゲームの面白さをこれまで堪能し尽くしました。お金がないと暮らしていけないという意識がどんな社会を創造していくのか、人類はとうとうその結末を見届けようとしています。この世は諸行無常、すべての形あるものは壊れていく運命にあります。我々が精魂込めて築き上げてきたこの経済社会もその例外ではありません。せっかく築き上げてきたこの不自由極まりない経済システムも、残念ながら崩れ去るほかはありません。私たちはこれから不自由さの時代に終わりを告げ、自由を満喫する空間の中へ放り込まれていきます。もうもがいてもどうにもなりません。これからは自由を味わう以外にはないのです。すべての思いには作用があり、そしてその反作用があります。あなたがかつて真の自由空間で夢見た、一度不自由さを思いっきり体験してみたいという願いによって作り上げてきたこの不自由空間も、残念ながらあなたの出した思いの反作用として元の自由空間へと反転していきます。何人もこの流れに逆らうことはできません。この現実を現実とする夢から覚めていきます。あなたはかつて夢を描きました。自分にはどうすることもできない、そんな感覚をぜひ味わってみたいというものでした。真の自由さの中で自由であることの感覚そのものがないあなたにとって、それは強烈な自由を求める叫びでした。今現にこの不自由世界にどっぷりと身を浸している我々にとって、この発想は納得がいかないかもしれませんが、自分の本性そのものを感じたいと思ったわけです。自分自身である自由さの感性を取り戻すには、一度不自由さを体験し尽くす以外にないと考えたわけです。こうしてあなたは有限の宇宙を創造しました。自らの本性として自分を感じるために、思い通りにならないという環境を創造しました。あなたは思い通りに思い通りにならない環境を生み出し、その環境の中へ自らのめり込んでいきました。あなたは自分の夢を描き、自らの夢の中に今没頭しております。どうか今この瞬間、自分こそが創造主であることを思い出してください。もともと創造主であるあなたが創造主に戻るのは簡単です。今あなたが触れている環境、今あなたの目に映るすべての映像、あなたの体験するあらゆる香りや感触、
そのすべてを生み出したのは自分であるという考え方を受け入れた人が創造主です。この考えを受け入れた途端に覚醒が起こり始めます。新人類の意識です。頑張って、努力して、その結果として神へと成長していくと考える人は、きっと、そのあまりに遠い道のりに自分を小さきものと誤解してしまって当然です。そんな人間的ゲシュタルトを持っている限り、創造主へ至るのは、きっと不可能なことでしょう。こんな人間的ゲシュタルトを持っている限り、何か偉大なるものにすがらない限り、大変なことになると考えて当然です。そこで、あなたは、次に神を創造しました。あなたが絶対に安心できる偉大な神を作り出しました。ちっぽけなあなたを救ってもらうために、神とは人間の創造物です。神を作ったのはあなたです。あなたの描き出したこの現実という夢は、反作用という宇宙の摂理によってやがて覚めてしまいます。せっかく作り上げたこの幻という現実の中でもっと遊んでください。夢が覚めてしまう前に、この思い通りにならないという夢の中だからこそ、思いを叶えるという夢にチャレンジしてきたわけです。だからこそ、思いが叶うということが喜びとなりました。もともと体験したいから始めたあなたのこの宇宙です。自分の作った宇宙の中で、あなたに体験不可能なことなどあるはずがありません。この宇宙が自分の創造物だという認識を得たあなたにとって、もはや不可能なことはなくなります。我々は、今、マネーゲームという夢を描き、その夢の中で夢中で遊んでいます。それが自分が望んで描いた夢だったことを思い出してください。その夢の中でお金がないから困ってしまうという健忘症的発想は全く不要です。お金がないと生きていけないというのは全くの誤解です。自分で想像した夢そのものに騙されてしまっているのです。あなたの描いた夢の中の登場人物にどうすればよいだろうかと意見を求めることに何の意味もありません。未来はこれからどうなるのでしょうか。日本の行く末はどうなるのでしょう。これからの経済はどうなるのでしょう。そして社会は、人々の暮らし向きは、私たちはこんな疑問を何の違和感もなく長い間発し続けてきました。そんな疑問を自分が想像した脇役に尋ね続けてきたわけです。自分の作った世界のことをどうして人に尋ねるのでしょう。この現実は自分の描いた夢であるということを受け入れている人に未来に対する不安が起きてくるでしょうか。外に他人がいるという幻想の世界から目覚めた人にもう不安という言葉の概念はありません。もう一度言いますが、我々が創造主に戻るのは簡単です。この世界が、この環境が、この状態が、自分の想像の結果であるという単純な考え方を受け入れることです。すぐに、我々は人に尋ねたくなります。どうなっているのか、どうなっていくのかと。人に質問をするとは、私が作ったわけではないと主張していることと同じです。そんな自己責任放棄的発言をしている自分に気づいていてください。無造作に他人に向けて発する質問が恋に出る前に気づいてください。他人に質問を発する前にその質問が自分のどんな考え方から出てきたものであるのか、その源を見つめてみてください。その質問によって自分が何を得ようとしているのか、そしてまたその質問によって自分が何を失うのかにも意識を巡らせてみてください。もうあなたが作り上げた夢の世界にフォーカスするのではなく、夢を見始めた真実の自分に焦点を当ててください。今、ここで、すべてを知っている全能の自分に意識を向け続けてください。あなたが大いなる我に意識を向けた時間に比例して、あなたのハイヤーセルフがあなたとの融合の度合いを深め、現実が思い通りになっていくことを実感するでしょう。この世界は、自分の考え方の反映であるという単純な思い込みに成功した人は、もはや未来に対する不安という概念が、その人の想念の中に止まることができなくなってきます。あなたの信じたことが世界となります。
そんな自分一人しかいない宇宙の中で自由に発想し、あなたを体験してください。もっともっと発想を自由にしてください。あなたの心の中で許されない思いなどないということを思い出してください。我々はよくうまくいっていないと判断します。その結果、何かを変えようという思いが起こり、思考し、行動していきます。そして、無意識的判断による自動ロボットになっていることには気づいていません。ちょうど一度肉体に覚え込ませた運動神経が勝手に体を自動操縦していくように、うまくいっていないと判断したとき、即座に思い出してください。ここは私が体験したくて想像した夢の世界であることを。すると、どんな出来事であれ、単にそれを体験しようという気になってきます。私は今ここにいて、この出来事を体験しようと思うようになってきます。ジタバタしなくなります。大変だという思いが出なくなります。演ずるものから観察するものへシフトしていきます。そして今ある体験が自分にとって気に入らないものであるなら、直ちに作り変えればいいだけのことです。どんなことであれ、人に頼らないことです。この現実を生み出した自分の源は何であろうかと、自分の内深くに入り、原因を見つけ、その源にある考え方を自分好みに書き換えるだけで、現実が変化していきます。自分こそが想像するものであることを、いつも意識し続けてください。